天気と空気の違い、クイズで出してましたね。わかりましたか？磁気の原料は陶石です。これが日本で初めてこの有田で、先ほど案内してくれたこの泉山の磁石場で発見されたのです。この町並みは平成3年に国の重要伝統的建造物群保存地区に指定をされております。全部で161軒並んでいます。大山小学校から一番近いところを見ると、この炎白の記念の出てますよね。それから歴史と文化の森公園、これも入っています。明治22年に町の町長をされた平林喜平さんという方のお家がここにあったんですね。その平林喜平さんの倉庫、石蔵、蔵ですね。これが今、有田某寺美術館になっています。このお皿、下の方が欠けてると思いますけども、これはヨーロッパの王侯貴族の男性の方が、ひげを手入れをするときに使うひげ皿と言います。まあこのようにね、王侯貴族にの皆さんは有田焼に魅了されて、まあ貴族